くんよね、これね。ちょっと仕事でスマホみたいなのが来ました。今からは帰ります。おもろいよね、実際ね、上からねスーツケース落ちてきたの何回もありますからね、落としたこともあるし、ね、誰もおらんかったからよかったけど、あれ香港みたいに長いエスカレーターやったら大怪我するよね、スーツケース大きいの落ちてきたら。車を立って恥ずかしいですね。で、そこ行ってね、タバコを吸ってたんですね。恥ずかしいね。もう50年以上前のことちゃうかな。今つながりましたね。Please stand behind you as the train is about to leave.